ケイチョンチャンネルで僕らは育った。ケイチョンチャンネルの子供たちだ。はい、ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル始まるよ。パラッパラー、パラッパラー、ラーラーラー。はい、バカ。はいは決まりましたね。なのでですね、はい、また偉いものが届いたんですよ。届いたシリーズですね。届いたシリーズです、はい、ちょっと届いたのはこちら。この白い発泡スチロールなんですけれど、これちょっと開けさせていただきますね。はい、こちらです。じゃん。お、岩牡蠣です。牡蠣は牡蠣でも岩牡蠣。これちょっと一個手に取ってますけど、はい、大きさが、うん、わかんないですよね。こうです。あ、まあ言ったらもうほんと、はんはんは、でかい。やっぱり、うん、で、これをね、ひっぺがしてこの中にズワーンと入ってるわけですよ、岩牡蠣が。で、私ね、この牡蠣って正直、広島出身とはいえ、開けたこと一回もないんですよ。あ、そうなんですか。はい。あ、これ、そんな難しいんですか。なんかナイフ入れてやるとかじゃないんだ。まあ、だけど、しかも岩牡蠣だし、うん、悪戦苦闘しながらっていうのもなんなんで。いいじゃないですか。まあ、あの海のものといえばこの方になります、はい、役者の林くんです。どうぞ。どうも。あ、どうも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 。ずっとね、僕の今後ろで、うん、なってくれてましたけど、マソンさんと全く同じ格好をしていやいや、本当にこの白 T に短パンというあのマソン一気に、あ、俺の方がでかいじゃん。いや、俺の方がでかい。いや、俺の方がでかいじゃん。この先っぽを骨に当てながら、当てながらいい。最初スーって言ったらいいですよ。いいっすね、いいっすね、いいっすね。めちゃめちゃ心配しました。何がですか。あ、そうか、それ以外。はい、ね、めちゃめちゃ心配しました。大丈夫そうでよかったです、本当に。もう非常に大丈夫です。まあ、非常に大丈夫だからこそ、あなたにお声かけした時にちょっと一回、なんかその日予定がありますみたいな雰囲気を出しましたよね今日。いやいや、本当にあの舞台の稽古だったんで、うん、本当に予定はあったんですけど、うん、はい、すいません。やめてください、コロナハラスメント的なやつコロナハラスメントだね。さあ、ということで、見てください。ああ、私たち左に、あ、左手だけつけるんですね。はい、右手に、これ見てくださいね。うわ、すごいですね。オープナー、これが牡蠣のオープナー。牡蠣のオープナー、ちょっといいやつですね。牡蠣オープナーっつって、はいはい、はい、こういう場合、牡蠣のここ、間に行って、これぐっさぐさぐさぐさやって、ピンって開けるんだって。では、はいそっか、やる気ないじゃないですか。だいたい僕はこの外側のところから入れるんですよ。これを押すと、どっからか汁が出てくるんで、そこが穴なんですよ。おいおい、この周りはこれ、岩なんですか。もう、岩とか、なんかその、このでも殻は結構栄養素が高くて、言ったら、何年もんかって言ったら、10年もんとかそんなんだよね。うん、だからこの大きさって、ほら、多分見ました今。あ、出た？うわ、ほらほら、あー、はい、見えた見えた見えた。ここが開いてる証拠なんですよ。なるほど。で、これで今、死んでたら、うん、結構ね、ここでね、もうあの、開いちゃうんで、生きてる証拠ですわ、これ。閉じてるってこと。そうそう、そう、はい、貝柱がひっつこうとしてる。あの、私の保管の仕方が良かったってことですね。湿気をね。山さん、それ俺電話して言ったやつじゃないですか。俺がやったんだよ。怒らん。お前が言ったかもしんないけど、俺がちゃんとやったやつだ ね。なんでそういうさ、怒らんといてくださいよ。ちょっと、牡蠣のお手柄。牡蠣のお手柄、お前、牡蠣泥棒だよ。ほら、来た。
汁が出てきたでしょ、うん、ここでこう開いてきたら、そのこの上のここら辺に貝柱があるんですよ。こことここに貝柱があるから、まず上のところをこれで剥がしていく。でここで真ん中を上に沿わせながらこうやってやらないと身が削れちゃうんで、うん、上をゆっくりと剥がす、剥がす、ほらゆっくり開いてくでしょ、ほらで、こういう風に開いてくると、この上の貝柱を開けて、いきますよ、いやうわ、でかい、ビンビンに生きてる、ほらこれ生きてるの、これ、はい、これ何で生きてるの、ここのね、これが黒いとね、生きてる証拠なんですよ。プラスアルファもう開けた、もうみずみずしか、うん、ここはもう分かります。うわで、この釣り箱の下の貝柱を外して、貝柱を外すんですよ。そうするとこれが普通の食べる、いやー出た、うわー出たよ、岩ガキ出たよ、岩ガキお化けみたいに。セムさん、どっちだと思います？それもわかんないもんね、こっちだ。山さん、それ一生わかんないっすね、お尻のごらん、こっち、そっちっす。こうなってる、この反ってるところの前なんで、ここがこういう風にした、近いよ、ほんとでも、気にするとしたら俺の方が怖いっすよね、なんで俺、山さんにすげえ避けられてるの、こっちっす、ここ、ここ、はい、ここ、だってどこも開いてないじゃん、これ。そうです、それをほじるんですよ。ここをこうやってグッグリ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 ってほじっていけば、スポッと入る、破れる瞬間があるんで。サンゴなんで、これついてるのは。あ、サンゴなんだ。あ、入った、もう入った、おー、しゃ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 、それを入ってって、それを上に沿わせないと身が傷ついちゃうんで。おー、ちょっと、ちょっと、どうですか。で、上と繋がりがなくなったら、もう力でバケいっちゃってください。お、いった、おぉ、うぅぅぅぅ、いや、いやで、いやで、うぅぅぅぅ、くぅぅ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 ぅ、ヤマさんこうしゃがんだからそうなったんですよ。なんで今お前カキ落ちたんだろ、顔も取っとき、なんでカキ落ちたんだろ、ハゲ落とすんや、お前頑張ってるか、なあ頑張ってるか、カキ落ちたやなんでハゲ落ちすんや、取ってます取ってます、さて作っていこうか、何から、何作ります、まずやっぱり、はい、バターで、醤油バターでしょ、あー、いいっすね、うん、野菜何あるか見ていいですか、いや、もうこれもうバターだけだから、醤油バターだから、もう それだけでいいんじゃない、それでいってます、シンプルに、うん、意外とね、必要ですよ、これぐらいあったらでしょ、おー、入れすぎじゃないですか、バターもったいない、ごめんなさい、うわぁ、いい出会い、このバッターがね、香ばしいね、うん、いくよ、おー、うまそう、あー、おいしそう、やってた、これいけばよ、まどうすね、うわ、これおお。最初食べようよね、うん、あったかい時に食べたいですよね、もう一品ずついっちゃおうよ、一品ずついきますね、入りますね、醤油、うわうわっ、うわっ、これちょっとこれまずいただきましょうよ、ちょっと
うわ、これ上からかけて、うわー、美味しいわ。これ、でも、これ、いっちゃってください。これ、ちょっとこう、このかけエキスのかけエキス食べるときは取らないとね。そうですね。ケースだけでうまい。いただきます。うまい。やっぱ岩ガキって火通してこのデカさはすごいですね、うん、でもおはようございます、うん、うまい。こりゃうめぇ。ヤギが出ましたね。すごい、これちょっと2品目も楽しみっすね、うんうん、いただきます。次はね、パスタ作ります。パスタ、はい。もう、山さん、こっちは何を作るんですか。これはね、こっちで雑炊作ります、うん、ほう、かき雑炊。はい、なるほど。淡水、淡水ですね。淡水、淡水なんです。今から、まあ結局、そういうこと。ここにいるわけですか。あ、それ全部入れるの。いや、まだこっちもあるんで、贅沢に行ってみようかなと思いました。おいしいやろ。はい。今パスタ繋がっちゃった。あ、山さん、パスタ用少ねえな、パスタ用入れすぎましたね、雑炊だろ。パスタ用非常に少ないよ、これ。まあでも、さっきの感じだった。そうっすね。本当っすか。僕はね、あの週で覚えてます、2週ぐらいとか。2週ぐらい。優しめでいいですよ。しかも、後ろのザーンと飛ばしてはい。炭水炭水。あ、めちゃこためちゃこためちゃこた。もう30。あと30。ちょっと山さん、味見してみます。味見ですか。もう食事じゃない。味見でしょ、どう見た。うまっ。この日のミルクだ。卵入れちゃっていいですか。うん。これうまっ。ムテキングだ。なしめてほうれん草だったけど、ひと煮立ち。あ、それ何ですか。コンソメ。コンソメ。うん。味見しない。うわ、多い。ハハハ。味見ちゃう。あ、もうダメだ。うまい。うまい。ああ、よかった。うん。このでか、これでいいんじゃねえかい。え、ついに。うん、食べましょう、食べましょう、うん、できました。名付けて、はい、どうぞ。岩ガキの夢、うん、再び。いや、嘘なんですか。
今垣が夢見てたら嘘みたいになりますもん。今垣の夢、うん、こうなりたかったんですね、岩垣は。そうくすんだ、うん、岩垣の夢だ。これのまさに岩垣が夢だったんだ。岩垣いなくなっちゃった。でもね、うん、うまい、うまいっすか。ちょっと見たいですか。水でもちろん。いや、うまいっすね。うまいだろ。うまい。あのやっぱりちょっと味整えに行くのに、うん、塩とコンソメとあとはもうあのスライスチーズとパルメザンチーズをちょっと入れて。あーチーズ持ってるともうまいかもしれない。チーズ持ってるとも美味しいっす。美味しい、うん、ありがとうございます。うん、久々に聞いたなんかそれ。雑炊行ってください。うんうん、パスタなかなか食べないですよ。このね、うん、デブ飯ですね。なかなかない、ほんとない。うわぁ、これなんすか、名前。うん、これはね、牡蠣の本心って言いましたよ。料理名は牡蠣の本心。牡蠣の本心、岩牡蠣の本心。岩牡蠣の本心です。残ってるんですね、じゃあ牡蠣の味が。うん、間違いないですね。間違いない。いや、これあ病院食だったら本当俺もっと回復早かったよね。牡蠣エキスで。うん、確かにパスタより牡蠣の味が残ってるっすね。なるほど。パスタはやっぱり牛乳とか入れちゃってるからな。うん、うん、うまっ。これはうまい。このセットはすごいね。うん、なかなか。なんか目が、なんかね、エビソーさんみたいになってすごいなんかなってますよ、今目が。まあ、柿のパワーかな、これ、うん、やっぱりね、うん、あの一つの食材をいろいろ分けて食べるっていうやり方もあるんで、うんうん、またなんかそういうのがありましたらですね、やっていきたいですよ。これ、うん、届いたシリーズやっていきたいじゃないですか、うん、はい、送ってもらうのを募集したらどうですか。いいですね、はい、面白いですね、うん、いろんな送ってファンの方でもね、うんうん、お店やってる方で送って、うん、なんかだからなんかどこどこの農家の方とかね、あのうち今取れたんで、うん、これあの県庁さんお願いしますっつった、うんうんうん、で、まあ、よかったらね、うん、あのそういう農家さんとか、うん、あの漁港の方とかでも、うんうん、県庁食べてよっつって言ったら、それで私たちそこまで取りに行ったりとか、まあ、その産地まで一回顔をね向けてご挨拶しに行きたいと思いますよ。なるほど、はい、すごいですね。届いたシリーズ、届いたシリーズやりたいと思いますんで、じゃあここの住所書いていいですか。ここは無理でしょ、送ってもらわないとじゃないですか。ディンガスでしょ。あ、うちの会社に。うん、あ、そうですね、それでもまあいいか。会社に、うん、会社に送ってもらうように。そうですね、うん、していただけたら。はい、わかります。よろしいと思います。嬉しいですね。うん、いや嬉しいですよ。私はね、あのそういう案件もね、やっていきますよ、ね、やらない方とかたくさんいますけど、うちはね、そういうのもやってね、面白おかしくね、していきたいと思いますんでね、はい、皆さんあってのケイチョンチャンネルです、はい、皆さんあってのガッチリ。じゃあ変わってる変わってる。ケイチョンチャンネル、何、いいじゃない。ガッチリディレクターが入ったから、これをふんだんに使わせてもらうっていう。あ、そうなんですね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。